はい、こんにちは。今回は強すぎたレジェンドたちの最後の試合を紹介します。褐色の爆撃機と呼ばれたジョー・ルイスはヘビー級王座を25度防衛した偉大な王者で、史上最高のヘビー級チャンピオンと呼ばれております。身長は187センチでしたが、自分より大きな相手と対戦してもパンチが強く、コンビネーション、角度、パンチの軌道などに優れていたので打ち負けない強さを持っておりました。ジョー・ルイスはジャック・ジョンソン以来史上2人目のアフリカ系アメリカ人世界ヘビー級王者であり、ジャック・ジョンソンとは違って王者として受け入れられ、さらに英雄視されました。無敵を誇っていたジョー・ルイスは引退後、税金が払えなくなりリングに復帰し、世界王者になる前のロッキー・マルシアノと戦いました。ロッキー・マルシアノは当時37戦全勝と勢いがあり、ルイスは39歳という年齢からキレがなくなり、パワーで圧倒され、8ラウンドに左フックでダウンを奪われ、起き上がるもめった打ちされ、場外に叩き出されました。ファイティング原田選手はフライ級、バンタム級に続き3階級制覇を狙って WBC 世界フェザー級王者ジョニー・ファメションに挑戦しました。両者は半年前に王者ファメションの地元のオーストラリアで相まみえましたが、原田選手は3度ダウンを奪ったにもかかわらず、露骨なホームタウンデシジョンで敗れ去りました。再戦ではファメションの左ジャブとクリンチワークで原田選手がなかなか接近できず、半年前とは打って変わってファメションのペースで試合は進みましたが、10ラウンドに原田選手が右のクロスカウンターでダウンを奪いました。しかし原田選手は連打で12ラウンドにダウンを奪い返され、14ラウンドにも左カウンターを浴び、そこから連打でスタンディングダウンを喫しました。再開後、王者の猛攻を受け、ロープの外に叩き出され、原田選手の3階級制覇の野望はついえ去ったのです。スーパーエクスプレス、夢の超特急の異名を持つシュガー・レイ・レナードは、ロベルト・デュランやマービン・ハグラー、トーマス・ハンズたちと歴史的なビッグファイトを繰り広げ、ヘビー級以上に注目を集めた黄金のミドル時代を盛り上げ、晩年には5階級制覇を成し遂げました。
5階級制覇から8年後、レナードは元3階級制覇王者ヘクター・カマチョの持つ IBC 世界ミドル級王座に挑戦しました。レナードはすでに40歳になり、また6年ぶりの試合でしたので、スーパーエクスプレスと呼ばれたスピードはなく、カマチョをスピードで翻弄できないのですが、カマチョも34歳と峠を越え、サウスポーからのパンチもキレが鈍り、お互い決定打のないまま試合が進みました。迎えた第5ラウンド、カマチョの連打からの左アッパーを被弾し、ついにレナードはダウンを喫しました。足に来ているレナードはなんとか立ち上がりましたが、カマチョの高速連打で防戦一方になったところ、レフリーがスーパースターレナードのキャリアに終止符を打ちました。奇しくもレナードと名勝負を繰り広げた石の拳ロベルト・デュランの最後の相手もヘクター・カマチョが務め、デュランは119戦でグローブを吊るしました。若干20歳のマイク・タイソンが WBC 世界ヘビー級王者トレバー・バービックに挑戦いたしました。当時タイソンはデビューから1年9ヶ月しか経っていないのですが、27戦全勝、25KO と怖いもの知らずの最強の強打者でした。試合はタイソンがはるかに大きな王者バービックをパワーで圧倒し、2ラウンドに連打でダウンを奪い、起き上がった王者に右のダブルで距離を作って左フックをヒットさせ、2度目のダウンを奪いました。バービックは必死に起き上がろうとしますが、リングの端から端までよろけて起き上がることができず、史上最年少の世界ヘビー級王者が誕生いたしました。バービックから王座を奪取したタイソンはほとんどの対戦者を KO し、1980年代は無敵を誇りました。しかしデビューから20年経ち、39歳になろうとするタイソンは2005年6月のケビン・マックブライトとの試合ではモチベーションを欠き、準備をしないままリングに上がりました。この日のタイソンはキレがなく、動きが遅く、パンチは単発になり、相手のパンチに対する反応も鈍く、相手の攻撃を被弾し、6ラウンド終了間際に押しつぶされ、そのまま棄権しました。そして試合後のインタビューで、もう再び戦うつもりはない、もう戦うガッツも勇気もないとコメントしたのでした。